皆さんどうもこんにちは、イカクです。本日は10万 GP から獲得できる C 環境おすすめ選手まとめやっていきたいなと思います。今週はですね、ほぼ全選手ライブアップデート C ということで、特別企画10万以下で獲得できる C 環境おすすめ選手16人紹介していきたいなと思います。もう手持ちがエピックやレジェンダリーで潤沢な方はいいと思うんですけど、無課金でまだ選手揃ってない方も多いと思いますので、そんな方にコスパ最強選手たちを紹介していきたいなと思います。で、今回ですね、僕の独断と偏見で選んできたんですけど、紹介しきれてない選手もいると思いますので、ぜひ皆さんのおすすめもコメント欄に書き込んであげてください。あとは紹介している中でこの選手強いよねっていう共感コメントも大歓迎ですので、ぜひたくさんコメント盛り上げてください。そしてちょっとでもいいな、参考になるなって思ったら高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。みんないつもありがとう。ではまず個別の選手紹介に入る前に、 C 固定環境で大事なことをお話しさせてください。まずすごく大事なのがコンディションの波になります。今回はですね、コンディションの波小さいの選手のみを選んできております。で、こちらの表を見ていただきたいんですけど、こちらがですね、ライブアップデート C の時に不調以下になる確率をまとめたものになります。これを見ると波小さいの大事さは一目瞭然ですよね。コンディション波小さいであれば 95% 以上の確率で普通以上引くことができますので、まずはこれがすごく大事になってきますね。まあ、もちろん能力がすごく強ければ調子の不安定さを考慮してもリスクを取って起用するっていうのは全然いいと思うんですけど、今回の動画は C 環境でのおすすめの選手になりますので、波小さいの選手を紹介していきたいなと思います。で、あともう一個大事なのはユーティリティ性ですかね。まあ、やっぱり少ないポジションではなくて、いろいろなポジションができた方が他選手のカバーができて、それこそコンディション不安な選手を起用しやすくもなると思いますので、この辺りも非常に大事にしてますね。この2点をメインに考えつつ、10万以下とコスパがいい選手持ってきましたので、ぜひ最後まで楽しんでいってください。ということで本編いきましょう。レッツゴー。はい、まずはですね、ゴールキーパーからフォワードに向けて順番にやっていきましょう。で、ゴールキーパーはですね、結構いろいろ見たんですけど、めっちゃコスパいい選手はいないなって印象でしたね。まあ、ぶっちゃけ今だったらポイント交換所から5000ポイントでカーンが取れますので、カーンを取っていただくのが一番おすすめなんじゃないかなって思ってますね。まあ、ただポイントはない方もいると思いますので、まあ、そんな中でも唯一いいなって思ったのはシェスニー選手ですかね。通常星4って考えたらこれかなり優秀じゃないですか。196cm の高身長で能力も安定してありますし、コンディション安定していて低弾道持ち、コスパで言えば最強クラスなんじゃないかなって思ってますね。まあ、正直ゴールキーパーに関しては1人いれば十分なところはあるので、コスパよりもしっかり強いね、ドンナルンマとかクルトワとかを取ってほしいところはありますけど、 GP 少ない方はぜひこの選手の獲得も検討してみてください。で、次にですね、センターバックになるんですけど、センターバックで一番いいなって思ったのはこのブレーメル選手ですかね。いや、この選手いいね。ディフェンス能力に関しては守備意識以外全部90乗ってきますし、フィジコンも優秀で、これ通常の星4とは思えないクオリティだと思いますね。まあ、スピード瞬発がですね、もうちょいあればベストでしたけど、スキルもいいですし、センターバック足りてない方はぜひブレーメル獲得してみてください。で、あとはですね、ビッグタイムとかハイライト持ってなければ、通常のグバルディオルもかなりおすすめですね。まあ、9万 6000GP と今回のテーマで言うとギリギリ滑り込み組なんですけど、ディフェンス系は圧巻の数値ですよね。ディフェンスセンスがちょっと低いですけど、逆にディフェンスセンス以外は95超えのぶっ壊れ数値、さらにスピードも TS 100で80ありますので、これ完成度かなり高いと思いますね。まあ、サイドバックで育成するのも考えたんですけど、スタミナが結構きつくなっちゃうので、今回はセンターバック仕様で育成してみました。グバルディオルまだ持ってない方ぜひ獲得してみてください。さあ、こっからがですね、サイドバックになるんですけど、サイドバックは結構おすすめの選手多いですね。まずはディロレンツォ選手、ナポリなのでライブアップデートも安定してる上に、この安定能力いいですね。 FP 持ってない方はぜひ獲得狙っていただきたいですね。まあ、今回は守備的なサイドバックとしてがっつり守備に振ってるんですけど、バランスよくするなら守備を少し削ってパスやドリブルに振るのもありだと思いますので、この辺りは好みに合わせて調整してみてください。まあ、ライブアップデートがいいからこそ、リーグ戦があるうちに早めに獲得しておきたい選手の一人だなって思ってますね。で、お次がですね、サイドバックの中だと一番のおすすめになるんですけど、アスピリクエタ選手、この選手は強いですね。まあ、動画で単体で取り上げたこと
ることもありますけど、能力も相当レベル高いですし、両サイドバックにセンターバックまでできるユーティリティ性、これ今回の条件を考えても完璧なんじゃないかなって思ってますね。まあセンターバックで使うことは少ないと思うんですけど、両サイドバックできるだけで100点満点ですよね。これで 51000GP はマジでバグなので、持ってない方は絶対に獲得狙ってみてください。で、守備的サイドバックで言うとパバールも忘れてはいけないですね。フランス代表ガチャの無料分持ってたらそっち使ってほしいですけど、持ってなければパバールもかなりおすすめかな。アスピリクエタほど守備能力はないですけど、ピンポイントクロスがあったりチャンスメイクも結構得意なので、バランスいい守備的サイドバック欲しい方はぜひパバール狙ってみてください。さあ、そしてサイドバックラストはデイリー・ブリント選手。まあブリントはですね、サイドバックができるのもいいんですけど、センターバックや中盤もできるのが非常にいいですよね。まあメインはサイドバックで考えつつも、中盤もできるようにパスやドリブルも最低限上げておくのがおすすめですね。実際この能力で星3ってやばくないですか？コスパで言えばこの動画で最高クラスになるんじゃないかなって思ってますね。で、こっからがですね、中盤の選手になるんですけど、まずは DMF。 DMF といえばこの選手でしょう、ウィルマル・バリオス選手。改めて能力見るとこの選手もバグってるね。ディフェンス系は TS 役で全て90乗る上に、スタミナも87と最低限あって、フィジカルもありますので、十分ガチスカのアンカーとしてもやっていけそうだし、サイドバックで使うのもめちゃめちゃ強いと思いますね。まあロドリもね、コンディションの波は小さいですけど、ダブルタッチの有無は結構でかいと思いますし、サイドバックもできるユーティリティ性なんかも考えると、バリオスも相当ハイレベルなんじゃないかなって思ってますね。皆さんはどっちで使ってますか？使っている方はぜひコメント欄に書き込んでみてください。さあ、こっからがセンターミッドフィルダーになるんですけど、おすすめはジエリニスキ選手。まあ今ねセリアのガチャにいるので、取れるならぜひそっち取ってほしいですけど、無課金の方とかは通常でも十分強いと思いますね。この安定能力に逆圧最高最高で完璧なスキル構成、特にスキルが噛みすぎますよね。これでミッドビルダーは本適正でほぼ全てこなせる万能感もありますので、激戦区の攻撃陣の中でも通常で戦える稀有な存在なんじゃないかなって思ってますね。まだ取ってない方ぜひ獲得狙ってみてください。で、もう一人の CMF のおすすめがライマー選手。進撃の巨人じゃないですよ。この選手未所属組なんですけど、ガチで優秀で、メロンパンさんなんかも結構愛用してる選手ですね。で、このライマー何がすごいって、初期値でスタミナが85あるんですよね。今回結構厚めに10振りしてみたんですけど、なんとスタミナ95。これが現環境で激アツですよね。他は結構バランスよくって感じかな。まあ実は最初僕サイドバックで使うのを想定してディフェンスに結構振ってたんですけど、まあ中盤で起用することも想定するとこんな感じのバランスいい能力がいいんじゃないかなと思ってますね。まあそれこそサイドバックやサイドハーフでも十分1000級でやれる選手だと思いますので、この選手実は僕この動画作りながら獲得しましたね。ライマー使う動画も近々出るかもしれません。まあ今回ですね、タレントポイントはこんな感じにしたんですけど、結構使えるポイントは多いので、育成もこだわることできると思いますね。ディフェンスに厚く振ってみたりとか、逆にパスとかドリブルに厚く振ってみたり、自分好みにカスタマイズもできますので、ぜひそのあたりも楽しんでみてください。さあ、こっからが攻撃的な選手。お次はビシュチャ選手。サイドハーフで気になったのはこの選手かな。まあ前作から優秀なドリブラーとして有名でしたけど、今作もなかなかいい感じですね。まあインサイドレシーバーの好みは分かれそうですけど、突破力あって他能力も最低限ありつつ、スキルもいい感じなので、これで 32000GP って考えたら獲得狙ってみてもいいんじゃないかなって思ってますね。両ウィングに両サイドハーフできるのもめちゃくちゃ偉いです。さあ、お次は OMF、ヨナス・ホフマン選手。こちらも未所属組で、万能型の2列目からの飛び出しになってますね。まあ正直、能力で言うと飛び抜けた能力はないですし、派手な感じではないですけど、全体が安定してる上に、スキルがいいんですよね。ダブルタッチ、ワンシュー、ワンパスルパ、チェイシングに根下、爆裂優秀なので、扱いやすさっていうのは間違いなくあるんじゃないかなって思ってますね。まあ適性に関しても、右サイド中心ではありますけど、割といろいろできますので、ハマれば、かゆいところに手が届く選手になってくれるんじゃないかなって思ってますね。で、お次がスーパーサブ組でデアラス変えた選手。2列目スーパーサブはいい選手結構出てきてますけど、まだまだ当ててない人多いと思いますし、コンディションの波小さいなのがデアラス変えたの素晴らしいところですよね。シンプルにこの能力からスーパーサブ乗れば全体の数値が90弱まで上がってきますので、弱いはずがないんですよね。中央で使うもよし、サイドハーフで使うもよし、こちらも少ない本適性ながら大事なところはカバーしてますので、2列目スーパーサブ枠としてぜひ獲得検討してみてください。攻撃陣の中だと結構おすすめかな。
さあ動画盛り上がってまいりました。お次はウイング3名一気に紹介していきましょう。まずはディマリア選手。ディマリアはねとにかく適性が広いので、まあ、この感じの枠で言うとディマリア以外で言うとタリッチとかも同じような感じですね。ドリブラーとしての能力も普通にトップクラスなので一人持っておくとスカットの安定感が増してくると思いますね。でお次がリバプールからガクポ選手。中型アップデートでワンパがつきましたのでまだ持ってない方は獲得チャンスですよ。まあさすがにですねワールドカップの週間ガクポいたら取らなくていいと思うんですけど、スキル面はダブルタッチ、足裏、ワンパするパと完成度マジで高いですし、今後エラシコの追加で特殊ダブルタッチも可能になることを考えるとかなりポテンシャルにあふれる選手だなって思ってますね。まあただ優先度的にはそこまで高くないかな。万能型のウィンガー欲しい方はぜひ狙ってみてください。さあそして3トップ使ってる人に一番おすすめしたいのはやっぱりクバラツェリアですかね。こちらもインサイドレシーバーの好みあると思うんですけど、能力がめちゃめちゃ魅力的ですよね。特殊ダブルタッチができて逆足最高に両ウィングどっちも大活躍できますので、まあこの選手も余裕あるならぜひ取っていただきたいなって思ってますね。ですいませんちょっと思いついたので全体の話になるんですけど、やっぱりねフォワードの選手の方が習慣とかでぶっ壊れやすいことを考えると、どうしても前目のポジションになるほど通常の選手が入り込める隙っていうのは少なくなってくるので、ちょっと選手数も少なめになってきちゃいますね。という流れの中でお次が最後の選手になるんですけど、センターフォワードフリアン・アルバレス選手。それこそ今言ったようにセンターフォワードが一番激戦区だと思うんですけど、そんな中でもアルバレスは結構期待できるんじゃないかなって思ってますね。まずこのスキル、足裏あってワンシューワンパスルパいいですよね。さらにこのバランスいい能力、タレントポイントもバランスよく振ることで何でもできる万能ストライカーに仕上がっております。まあ一見器用貧乏っぽく見えるかもしれないんですけど、スキルが優秀な分使ってみるとマジで使いやすくて、僕も FP バージョンを割と頻繁に使ってますので通常で撮ってみるのもありなんじゃないかなって思ってますね。ということで今回の動画以上で終了していきたいなと思います。いかがだったでしょうか。ちょっと突発の企画ではあるんですけど、しっかりボリューミーな内容にはまとめることができましたのでぜひ参考にしてみてください。今日も最後までありがとうございました。明日またね新ガチャ来ると思いますので、そこも楽しみにしながらeeFootball楽しんでいきましょう。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。